はい、どうもテクタンと申します。今回よりこちらのゲーム、ドラゴンクエスト3、こちらゲームボーイカラー版となっております。こちらを遊んでいきたいと思います。ということで、まずオープニングムービーをね、ちょっと見ていきましょう。はぁ、はぁ、ねえ、オルテガさんの子供が生まれたんですって。そうとも、すっごい元気な赤ちゃんだそうだ。アリアハンの勇者オルテガの子供ならきっと立派な戦士になるぞ。そうよね、さあ早く赤ちゃんの顔を見せてもらいましょう。ということでね、いやー、懐かしい雰囲気よね、このゲームボーイカラーの。いい雰囲気ですね。ということで、私ゲームボーイカラー版のドラゴンクエスト3はプレイするのは初めてでございます。皆の者、ついに我がアリアハンの勇者オルテガが魔王の城へ旅立つこととなった。戦いの旅はさぞや厳しいものになるであろう。しかしオルテガは我々の、いや世界の希望じゃ。必ずや平和を取り戻してくれるであろう。さあみんなで勇者オルテガの出発を見送るのじゃ。ちょっと早いね。はん、なんか文字のテキストの出方こんな感じなんやね。しっかり漢字もあって、なんかこのさ、ドットの感じでさ、漢字があるのってなんかちょっと珍しい。これオルテガさんのお家か。おはようございます奥さん。いよいよオルテガさんの旅立ちですね。俺たちには何もできないけど、せめてこれを受け取ってくれ。何何？あ、兜か。まあこの兜は、いや、なんかいいよ。なんか言おうよ。この兜はなんとかかんたらだよみたいなのは。左なんかされてない？気のせい？ねえ、せめてもう少しあの子が大人になるまで待てないの？どれくらいなんやろね。オルテガすまない、分かってくれ。俺は少しでも早く平和を取り戻したいんだ。みんなのためだけじゃない、お前とアルスのためにも。あ、アルスっていう名前でしないので安心してください。分かってください。でもごめんなさい、無茶だけはしないでね。ちょ、間に合わへん。私が喋ってる暇をね、まあ与えてくれない。あー、名曲いいね。オーケストラで聴くこの BGM もいいけど、この、これは8ビットになるんかな？何ビットか分からんけど、この感じで聴くのもね、たまらないですよね。わー、火山だー。すごい、なんかすごい光ってるように見えるね。こんな感じやったん？ゲームボーイでやってもこんな感じの色合いに見えてるもんなんかな？あー、ありましたね、この、町。ねえねえおじいちゃん、表に変な兜をかぶったおじさんが倒れているよ。変な兜、そりゃいかん、父さんを呼んでこい。うん、ちょ、読み間違いは許してくださいね。ちょっと目で追うのと私が喋るのと必死で、まあ黙ればいいんですけど、ちょっと黙ってられないんで許してください。ということでね、さらに旅に出ておりますね。船とかどうやったんやろうね。木のいい人に借りたみたいな感じかな。うわぁ、寒そう。一人旅をね、すごいよね。いや、すごい雰囲気。ゲームボーイのさ、ゲームってさ、いいよね、この雰囲気と。まあ、色もさ、スーファミに比べて少ないけど、それがまたさ、なんかちょっと良かったりするよね。その中でカラー表現してるっていうのがやっぱりいいよね。BGM もいいし。あ、これさ、スーファミ版でしかさ、なかったわけやけどさ、あのファミコン版と、スーファミ版のその二つの話するとね、このムービー。このゲームボーイのドットでこのアニメーション見るのってなんかさ、すごい不思議な感じするな。ファミコン版にはオープニングとかね、なかったもんね。ということで、私、ファミコン版とスーパーファミコン版は、すでに、プレイ、クリア済みでございます。かなり前にですけど、いつやったかな？何年か前に、だいぶ前に、プレイしております。ということで。いや、こんなんさ、一人でここまで戦えてるのすごいよね。もうなんか、主人公とさ、オルテガの二人旅で、なんか世界救えそうな気がするんやけど。わあ。まあ、いい光。
夜ですね。太陽の光、朝日とかかと思ったんやけど。遅かったな、してどうであった？は、申し訳ありません。火山の頂上には我々だけではとてもたどり着けず、オルテガ殿のご遺品は全く見つけられませんでした。そうか、しかしオルテガほどのものがやられるとは、ご家族にも何とお詫びを申し上げればよいのか。あ、いるやん、近くに。オルテガ殿の奥方は誠に申し訳ない。ありがとうございます、王様。私も覚悟はできておりました。それに、夫は立派に戦いました。きっと、本望だと思います。でもよく見送りできたような送り出したね。しかし、実に惜しい命をなくしたものだ。もはや魔王に挑めるようなものはおらぬ。我々にはもう希望はないのか。家王様、この子がいます。オルテガの血を引くアルスが、夫の意志はきっとこの子が継いでみせますわ。でもよく行かせられたよね。オルテガがこう亡くなったわけやけどさ、話の中では。その後、行かせるってことは、子供も亡くなる可能性があるのに。ということで、はい。テクタンと申します。今回より、いいね、このタイトル画面。ドラゴンクエスト3、ゲームボーイカラー版のドラゴンクエスト3をプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。ムービー中にお話しさせていただいたんですけれども、ゲームボーイカラー版は初見。で、ファミコン版とスーパーファミコン版はプレイしております。かなり前です。で、今までプレイしたことのあるドラゴンクエストの一覧、ここにパッと出しておきます。結構やっております、がっつり。ということでね、こちらのドラクエ3、なんでやるかっていうそういう話なんですけれども、今からね、1ヶ月後に HD2D リメイクのね、ドラゴンクエスト3出て、そちらもね、遊んでいきたいと思ってたんですけれども、なんかね、噂によると、ちょっと新しいストーリーが、なんかちょこちょこ入ってるかもしれないみたいなね、話がありまして、で、まあ、復習をしようと思って、こちら、ゲームボーイカラー版ね、せっかく初見なんでやろうかなと思って、やることにしました。ね、結構だいぶ前にやったんで忘れてる部分も多いんで、何が追加されたか何が変わったかわからないままプレイしていくのも、やっぱりキプレイとしてはちょっともったいないなって思うので、なんかこういうとこ新しくなってるなっていうのわかりながらプレイしていきたいと思いますので、今回でしっかり、まあ、皆さん一緒にね、復習とかできたらいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ序曲終わりましたので多分もう一回繰り返しになると思いますので、そろそろ始めていきましょうかね。メダルの書って何？え、何何何？え、何？え、何これ？通信？あ、通信ケーブルは刺さってません。ないですないです。はい。ということでね、こちらやっていきます。ゲームボーイカラー版はファミコンとスーパーファミコン版にはないクリア後のね、なんかがあるっていうね、噂を聞いたことあるんで、そちらもね、楽しみにしております。はい、ということで、冒険の書作りましょう。中古なんですけれども、データないですね。冒険の書1。はい、あ、名前4文字か。なんか、デフォルトの名前さっきアルスって言ってたのと、私の名前がテクターなんで合体してテクルスにしたいと思います。いや、なんかちょっとかっこよくない？そんなことないかな。あ、男でも女でもどっちでもいいんですけどね。どっちにしよっかな。男にしよっか。表示速度は、これどれが良かったんだっけ？遅い8にしてたら自動で自分で好きなように送れるんやったかな。逆やったかな。どっちやったかな。早いの方やったかな。ちょっと遅いで試してみます。早いで読み切れんかったら困るからね。あ、もう早速動ける。ということで、これ、最初のシーンですね。とりあえず行きますか。出ましょうか。うわ。ポッキン折れそう。なんか立体感がなんかさ、あんまないからポッキン折れてまいそうじゃない？スーパーファミコン版はもうちょっとなんか多分立体感あったと思うんやけど、ポッキン折れそう。テクルス、テクルス、私の声が聞こえますね。私は全てを司るもの。あなたはやがて真の勇者として私の前に現れることでしょう。しかしその前にこの私に教えてほしいのです。あなたがどういう人なのかを。さあ、私の質問に正直に答えるのです。さあ、じゃあ正直に答えてみますかね。2024年の私はこういう人ですよっていうの。用意はいいですか？いいえ。あなたはなかなか用心深いようですね。違うんです。天の弱なんです。そっか、それも正確に。それともただのひねくれ者なのか。多分そうです、そっちです。
それもいずれわかるでしょう。ともかく私は待つことにしましょう。あ、あ、できるんやね。よかったよかった。やっぱさ、質問答えていきたいもんね。じゃあやりますか。なんかさ、私ゲームボーイカラーのゲームって、まあ、何部かやったことあるんですけどさ、何部かやったことあるんですけど、なんか、結構、そのなんかでも綺麗めじゃない？その表現の仕方が。じゃあとりあえず行きましょう。ワクワクしてテンション上がってるせいでちょっとね、喋り方がおかしいかもしれないです。たどたどしいですね。はい。あなたの誠の名を教えてください。あ、結構な文字数入れれるね。じゃあとりあえず入れていきます。あ、ちょっと今入れたんやけどさ、確認してくれるかな？あ、確認してくれなかったらこうしましたよってちょっと出しときます。生まれた月を教えてください。あ、これ皆さん覚えててくださいね。私12月生まれです。生まれた日を教えてください。これね、あの、公表してるんでちゃんと言います。10日です。デクタはすごい！ 12 月10日生まれ、言ってた。あのね、これテクタンはすごいって入れたんですよ。びっくりマーク2つ付きで。12月10日生まれ、いて座のことがすごいって言われたみたいにちょっとなっちゃいましたね。これでいいですか？はい、よろしいです。皆さんお誕生日祝ってください。お願いします。では、テクタンはすごい！私はこれからいくつかの質問します。なんかさ、ちょっとおふざけで入れてみたけどさ、あの、ちょっと自己肯定感をね、高めようと思って、いざこうやって言われると恥ずかしいよね。難しく考えず素直な気持ちで答えてください。そうすれば私はあなたをさらに知ることになるでしょう。まあ、皆さんにもね知っていただきたいんでいいでしょう。さあ始めましょう。あなたにとって冒険とは辛いものですか？ちょっとね、最近体力も落ちてきてるんで辛いです。街の人たちと話すのは楽しいことですか？私コミュ障なんで、あの、必ずしも正しいとはちょっと言えないです。防具より武器にお金をかける方ですか？これ防具派になれま、なりました。私昔と比べて困った人を見るとつい助けてあげたくなりますか？私結構ね、困ってる人見るの、そのなんていうか、困ってる状況を見るのが苦手なんで、なんていうか、手は出したくなる方です。いろんなことを考えて眠れなくなってしまうことはめちゃくちゃあります。よく夢を見る方ですか？そうなんですよ、眠り浅くてね、すぐ見ちゃいます。誰かに追いかけられる夢を見ることがありますか？これもね、めちゃくちゃ見ます。忍者とかに追いかけられる夢見るよね、もう大人やのに。あまり知らない人といるのは疲れますか？疲れますめちゃくちゃ疲れます。占いを信じる方ですか？いいえ、信じません。体を動かすのは好きですか？好きじゃないけど動かさなきゃいけないなということは常々感じています。犬より猫の方が可愛いと思いますか？まあ、どっちも可愛いとは思うけど猫派です。親友の恋人を好きになってしまうことはいけないことだと思いますか？いいえ、あの、別に好きになってもいいと思う。ただ、まあ、心に秘めとくなり、まあ、略奪するのは良くないよね。好きになるだけやったりとも。服装には気を使う方ですか？そうですね、まあ気は使いますね。一応体を動かすのは、え、言ったよねこれ言ったよね。いや、だから好きじゃないよ。友達は多い方ですか？何人から多いって言っていい？あの、幼稚園、小中高、大、社会人まで入れたら、まあ少なくはないんじゃない？あと、この界隈、うん、そんな2、3人じゃないから、いや、多くはない。え、でも、いや、多くはないかもっとこの世には多い人おるもんな。昔のことをよく思い返しますか？あんまかな。人の噂話が気になりますか？めちゃくちゃ気になります。世の中には楽しいことよりも悲しいことが多いと思いますか？自分に至ってはそうじゃないかな。楽しいことの方が多いかな。早く大人になりたい、あるいはなりたかったですか？いいえ、ずっと子供でいたいし、ずっとトイザラスキッズです。すごく欲しいものがあったとして、でも手に入らないと分かったら余計に欲しくなりますか？もちろん。そうですか。え、くれるんじゃああげますみたいな。これであなたのことが少しは分かりました。ではこれが最後の質問です。さあ、うわ、言いようとしてるね。ぷひょ。これね、昔は何あったかって覚えてないよね、私。あ、看板看板。ティクルスは手札を読んだ。西に進むべし。西ってこっちあったよね。え、どうしよう、東も行けるけど。なんかあるっけ、天の尺って。私は全てを司るもの。今あなたがどういう人なのか分かったような気がします。私も分かった気がします。
テクルス、あなたは少しわがままさんのようですね。あ、もう少しやったれやん。私多分わがままやと思うんで周りがどう言おうと自分が思ったことをやってみないと気が済まない性格です。その通りです。いろんなことに興味を持つのはあなたのいいところなのですが、冷めやすいのが欠点でしょう。そのせいか周りの人に何かと迷惑をかけてしまいますが、すみません、ちょっとご迷惑をね多々おかけすると思いますが、仲良くしてください。なぜか嫌われることありません。あ、ほんまに？ほんまかな。わがままだけど憎めないタイプ、それがあなたなのです。と、これがあなたの性格です。さあ、そろそろ夜が明ける頃、あなたもこの眠りから目覚めることでしょう。私は全てを司るもの、いつの日かあなたに会えることを楽しみに待っています。どうもわがままテクタンです。あー、あとテクルスです。それはテクルスが16歳になる誕生日のことであった。あ、同い年やん。起きなさい起きなさい、私の可愛いテクルスやん。はい、いい音楽ですね。おはようテクルス、もう朝ですよ。今日はとても大切な日、テクルスが王様に旅立ちの許しをいただく日だったでしょ。この日のためにお前を勇敢な男の子に育て上げたつもりです。でも旅に出させるために育てたっていうのはさ、ねえ、どうなんやろ。足元を調べた。メニューは？あ、ここかここか。 Y ボタンです。ん？ゲームボーイに Y ボタンってあったっけ？ A か B しかないんじゃない？じゃあ B ボタンか道具、銅の剣、旅人の服、強さ、勇者、わがまま。わがままになっちゃった。あのね、性格によるそのステータス補正でちょっと分かってないんで、その辺はちょっとお許しください。呪文思い出す。起きなさい起きなさい、私の可愛いテクルスや。まあ、それしか話してないもんね。思い出すことはそうないよね。作戦、メダルの書ってなんなんやろうね。それ知らんのやけどな。うん、よし、じゃあちょっと、おー、いいですね、力の種。自分に使うかな。さあ、母さんについていらっしゃい。え、ちょっとおじいちゃんと話してこうよ。顔も洗ってないし、歯も磨いてないし。ね。ちょっと、匂うかもしれへん。目屋にだっていっぱいついてるかもしれない。ここからまっすぐ行くと、アリアハンのお城です。王様にちゃんと挨拶するのですよ。さあ、行ってらっしゃい。これ帰ろうとするとね、これ止められちゃうよね。テクルスや、どこへ行くつもり？あんなに楽しみにしていたのに王様に会わなくてもいいの？いいえ。そうでしょう。だったら王様にちゃんと挨拶してくるのですよ。これね、ずっと戻るとね、性格変わっちゃうんで、ちょっと、今回ちゃんとわがままっていうか最初に出た性格で行こう。多分ね、昔会った時変えちゃった気がするんよね。なんか結構移動早くない？これいいね、早いの。あ、こういうね、細かいとこはだいぶ忘れてるからさ、なんか、キプレイやけど初見みたいな、ちょっと中途半端なね、感じの実況になると思いますが。まあ、わざわざこんなところまで私に会いに来てくださったの、もちろん僕とデートしません？嘘でも嬉しいですわ。ですから、いいことを教えてあげましょう。その昔、この大陸の東の果てに、東ね、旅の扉というものがあったそうです。でも今、封印されているということですわ。そっか、あ、ここ開く？あー、ここ鍵かかってるんや。そっか、じゃあもう正面から入りなさいよっていうことね、お行儀よく。わかりました。いや、お城は広いよね。違う違う、話しかけたつもりでした。アリアハンのお城にようこそ。アリアハンのお城にようこそ。皆さん覚えといてください。アリアハンのイントネーションは栗ご飯と一緒らしいんで、しっかり覚えといてください。盗賊バコターの作った鍵は簡単なドアを全て開けてしまうそうじゃん。そんな鍵があったら、あんなとことか、そんなとこに入れてしまうの。これでトイレも入れるのかな。まあ、トイレって入れても嬉しくないよね、別に。ちょっと話しかけたんです。かつて、町中を荒らした盗賊バコタも、今は牢の中よ。わっはっは。でも、その鍵ってどういう仕組みなのやろうね。入れない。ここは？入れない。結構入れへんとこありそうやね。王様はこの上におわします。多分一緒かな。さあ、王様がお待ちかねと。ね、王様もさ、私に魔物、魔王を倒すようにって思ってるわけやけどさ、お姫様は見ませんでしたか？お姫様、おろおろ。あれ、ここのお姫様ってどうしてる？あの外におった人？白いな。あ、この人か。
外は危ないからってお城から出してもらえないの。これって魔王のせいよね。もういや、こんな毎日。この前だってこっそり抜け出そうとしたらお父様に見つかっちゃって。意外とお父様って抜け目ないのよね。これね、王様もさ、これテクルスが旅だに行ったらさ、もしかしたら死んじゃう可能性があるってことさ、分かって旅立たせてるのかね。どうなのかね。鍵かかってすぎでしょ。よ、ここは開く？やった。こうやって壺割れる、壺っていうか樽調べれるだけか。あ、やった。毒消し草腐ってそう、色そんな色やけ、毒消し草って。うん、チダルいいですね。できるだけね、今回集めていきたいね。ちょっとしっかり強くしていきたいですよね。あの、パーティーの構成もね、一応まあ考えてるつもりです。もう。ということで、に、お2回行きました。さあ、王様に会いたくば、ずっと奥へ進むがよい。冒険者のに記録してもらえれば、一度休んでも、その続きから冒険を始めることができる。これを忘れるのが、旅慣れた冒険者というものだ。そっかそっか。3はまだ王様セーブか。よ。教会はまだか。なんとラックの種4からか。うん、ちなみにあの、この手辺のドーピングの種とか木の実は、積んだりした時とかね、そういう時に使います。ああ、勇者様。早く平和な世の中にしてくださいませね。努力はする。努力は。いたいた。武器や防具は装備をして身につけるように。持っているだけではダメですぞ。うい。戦いでは前にいる者ほどダメージを受けやすい。仲間たちの並び方にも気をお使いなさい。ティクルス殿は少しわがままなところがあるので、ショーパン、そういう風に言われるとちょっと悲しい。仲間と喧嘩したりなさらぬように、いつか性格変えようね。なんかかっこいい性格がいいな。あ、違う。噂では、岬の洞窟から馴染みの塔に行けるとか、ま、確かめたわけじゃないけど、みんなそう言っているから、多分本当じゃないの。あ、そう。お城から西、海伝いを歩くと岬の洞窟があるそうです。で、馴染みの塔に行くといいよって話ね。私は勇者オルテガに憧れて、城の兵士に志願しました。それなのに勇者オルテガは戦いの末帰らぬ人に。しかし、あのオルテガ様が簡単に死んでしまうとはどうしても思いません。きっとどこかで生きているような、そんな気がしてならないのです。ちょっとそれ息子の前で言う？ちょっと息子が悲しくなっちゃう、亡くなってしまったなんてみたいなね。一人旅は危険すぎる。町の西の外れにあるルイーダの酒場で仲間を見つけるがよろしいでしょう。そう、その仲間の構成もね、考えております。よくぞ来た、勇敢なるオルテガの息子テクルスよ。すでに母から聞いておろう。そなたの父オルテガは戦いの末火山に落ちて亡くなってしまった。しかしその父の後を継ぎ旅に出たいというそなたの願いしかと聞きとげたぞ。でもそう育てられたからそうなるよね。行きたいって、だってこの子がいますって言ってたもんね。多分意志がまだない時にね。そなたならきっと父の意志を継ぎ世界を平和に導いてくれるであろう。血は継いでるけど、だからって別になんか特別な力があったってわけじゃないんじゃないかなって思うけど、どうなるね。まあでも一応勇者やしな、なんかあるんかもしれへんけど。敵は魔王バラモスじゃん。勇者ってなんなんやろうねちょっとずっと疑問に思うけど、戦士とはだって違うんやもんね。出たね、バラモス。世界のほとんどの人々は未だ魔王バラモスの名前すら知らぬ。だがこのままではやがて世界は魔王バラモスの手に。それだけでは何としてでも食い止めねばならぬ。テクルスよ、魔王バラモスを倒してまいれ。しかし一人ではそなたの父オルテガの不運を再びたどるやもしれ。あ、そうか、そういうきっかけで仲間作れって言われるわけね。町の酒場で仲間を見つけ、これで仲間たちの装備を整えるがよかろう。いやー、50ゴールドね。あ、武器と防具もらったね。ではまた会おう、テクルスよ。まあ結構シンプルよね。割と最近目のドラクエ、比較的それをプレイしてたからさ、最近はね、やっぱり結構シンプルに話進んでくね。じゃあ町の話聞くんはちょっと次回とかにして。何もない。これ裏から行けるんやっけ。ちょっと仲間作っ
っていきましょうか。25円やった。ここでのお金は嬉しいよ。さあルイーダの酒場いましょう。お邪魔しまーす。あ、これ何、ゴールド銀行か。連れて行くなら戦士、僧侶、魔法使いの3人がいいで、今ルイーダの酒場にいる以外の仲間が欲しけりゃ2階の登録所で探してもらうんだな、ヒック。あ、登録所か、そっかそっか。ちょっとね、もうさすがに3回目になるんで、その通りにはやりません。一日も早く世界に平和が来ることを祈っています。あなたの世界の、あなたの旅の成果を冒険の初に、あ、この人もしてくれるのか。とりあえずセーブしとこうか。うん、おお、なんか随分なんかアップテンポな感じのセーブの BGM やったね。この人武闘家じゃない？武闘家は素早く攻撃できるし、盗賊は宝探しに便利な能力を持っている。そして商人は道具などを鑑定するのが得意だが、遊び人は本当に役立たずで冗談みたいなやつだ。もし連れて行きたいのなら十分に強くなってからシャレのつもりで仲間にしろ。まあ、遊び人初見の時は仲間にしてたよね、最後まで遊び人。にゃーん。この人銀融詩人？勇者が天に選ばれし者なら、賢者は神に選ばれし者。厳しい修行を積んだ者だけが賢者になれるそうだな。自分が賢者になりたいな。ちょっと行き過ぎたわ。ここは冒険者たちの登録所。あなたが仲間にしたい人を探し出し、冒険者の名簿に登録して差し上げましょう。名簿に登録しておけばルイーダの酒場でその人を呼び出すことができますよ。ということでね、今回のコンセプトというか試したいこと話します。多分いけるんですよね、実際。その職業一人で旅してる人とかもいるっぽいんで、まあ、最悪レベルでなんとかするという感じなんで、試しに行きます。自分と魔法使い3人でね、ちょっとどんな感じのレベルでいけるかちょっと試してみようかなって思います。で、多分最初にこれステータス触れるよね。で、魔法使い攻撃とか弱いけど、このヒッピーとか防御が高ければ、まあ、その受けるダメージ少なかったり、まあ、やられるまでに時間がかかるから、その中で攻撃というかなんか、ね、まあ、勝てたりするんじゃないかっていう、その、ちょっと考えで今回は行ってみようと思うので、レベルはちょっと上げたりすると思います。その、もし勝てなかったりしたらね、ギリギリとかで挑みすぎずに、ちゃんと上げてから挑んだりとかはね、したいと思うんですけれども、ちょっと、そんな感じで行きましょうということで、まあ、ちょっとやっていきましょう。魔法使いということで、はい、ということで、ブーリン知ってます？ブーリン。飛んでブーリン。ね、全然覚えてないんやけどね。好きなのよね。この人が見つかりましたが、いいですか？あれ、自分種触れへんかったっけ？まあいいでしょ。お仲間には王様から特別に激励の品が送られます。あ、あるよね。5種類の種のうちいくつかを仲間に使うことができます。うん。いや、お任せじゃなくて自分で決めます。お任せしません、しません、しません。自分でもちろんやります。うん。で、5回なんですけれども、1人は、から、スタミナらへん、身の守りってどこで決まるんやったっけ？ちょっとだけ調べていい？どうやら、ドラクエ3においてはキャラクターの守備力は素早さの2分の1と防御と装備、装飾品で、だから素早さか。で、体力がヒッピーやと思うので、じゃあブーリンは全部素早さに振ります。素晴らしっこいようですね。で、ブーリンさんを登録します。うん。じゃあその次の人行きましょう。はい、ドリーム。これキュアドリームのドリームね。私が一番好きなプリキュアです。魔法使いなんかいささか怪しいけど。で、じゃあキュアドリームは素早さの種があと3回、まあ、2回やって、元からなんかそこそこ素早かったよね、さっきのブーリーマン。で、スタミナにあとじゃあ3回振ります。うん、オッケー。なかなか頑固者のようですね。よし、じゃあ次3人目いきましょう。はい、ホムホム。魔法少女マドガマギカの中でね、私が一番好きなホムホムです。うん、じゃあホムホムに関しては体力全振りで行きましょう。スタミナやね。
うん。もう3、2、3、3、3。いいね、いいね。なかなか、鉄人のようですね。では、ほもほもさんを登録します。よし、こんな感じで行きましょう。まあ、多分、主人公のテクルスがね、あ、違う違う、メニュー開いちゃった時か。テクルスがね、まあ、うまいことなんていうか、なんとか戦ってくれるんじゃないかなと思うんですけど、薬草とかも大事になってくるよね。ちょっとこれで試してみたいと思います。やっていきましょう。ということで、次回からね、探索冒険していきたいと思いますが、お付き合いください。ということで、ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。